皆さん、こんにちは。エスペランサの伊藤です。今回のエスペランサ TV は第511回目のエスペランサ TV です。今週末からトップの関東リーグが、開幕します。開幕戦は4月の7日日曜日、13時キックオフ、日立ビルシステムとアウェー、万博グラウンドで、開催されます。ちょっと遠い会場ですけど、ぜひ現地にて応援をお願いします。今シーズンから、ライブ配信の方法が変わりまして、ベオのライブを活用することになったそうです。アプリをインストールする必要があるみたいなので、まあ、ちょっとそれをこのエスペランサ TV 内でちょっと僕がやりながら、一緒に作業できるようにやってみたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、やっていきます。ベオライブをインストールするのはちょっと確認でやってください。で、ポチッと押しまして、英語なんですね。ちょっとよくわからないな。ベオアカウントを作成します。これは自分の名前でいいんですかね。はい、E メールアドレス、僕の G メールにします。パスワード、ユースストロングパスワード、じゃあこれでいきましょう。サインアップ、これでいいのかな。はい、これで、ログインしました。でエスペランサ SC を検索します。エスペランサ寿司、あ、ありました。これをフォロー、はい、フォローしました。こうすると、はい、この感じになったので、この下の今黒くなってるところに、ライブ配信してるときはライブ配信の映像が表示されるということだと思います。意外と簡単でした。皆さん行ってみてください。エスペランサ SC スクール生、新年度も募集しております。のっしりと豊富な、2月ですね、スクール毎日やっております。大船は水曜日と木曜日の一番です。4月からスタートやりたい。皆さんぜひ体験もできるので、来てください。ベンゴレッスンコーナー、今回はこちらです。 DJ テーラー、 DJ テーラーっていうのは、財布です。はい、みんな財布持ってますね。落としたら大変なので、スペイン語で聞いても、落とした時見つからないですけど、スペイン語でも使ってみてください。今週末の予定です。今週末はトップのカントリーグ開幕戦が日曜日あります。あと15の A のリーグ戦と、あとは横浜市長試合が、スタートしています。ぜひ会場で応援をお願いします。新年度も頑張りましょう。今回のエスペランサ TV はここまでです。また来週も見てください。